百万千音寺は、京都市左京区にある浄土宗の大本山の寺院。かつては、千音寺と呼ばれていたが、現在、宗教法人としての名称を百万千音寺としている。三号は、長徳山。本尊は、釈迦如来。京都における、浄土宗四が、本山の一つであり、法年承人二十五礼石第二十二番札書。百万は、 付近の交差点名及び通称地名にもなっている。念仏を称えながら大念樹を送る、百万、大念樹栗が有名。元は、高円アジャリの重防比叡山区独院の里坊で、平安時代前期に、縁人が創建したものと伝えられる。鴨社との関わりが深く、神宮寺として、御所の北、今出川にあった。その所在地から、鴨モの河原や、 鴨の全貌、鴨の釈迦堂と呼ばれた。窓かに作とされる、釈迦如来像を安置したことから、今出川釈迦堂、などとも称された。法年はたびたびこの地を訪れていたが、法年が、鴨の河原屋に一時住んだのは、鴨の,の神職から招かれたためと言われる。法年入滅後、弟子の聖官房現地は、カの河原屋を継いで、九毒院神宮堂と改め、 法年のおかげを安置して、法年を、環状解散第一世とした。現地はここを念仏の道場とし、現地の門流である、紫の門との拠点として、ガランを整備し、女空の時、孤独院千音寺と称した。賢治二年、鎮税吉野弁長の弟子吉忠が鎌倉から、やってくると、間もなくして、紫の門との千恩寺三世市には、 東山の赤築地において吉田だと談義を行った。そこで両流を競合してみたところ、相違するところが全くなく符合したので、以後、現地の門流は別流を立てずに、鎮西吉に合流することとなった。これにより、紫の門との拠点であった、千恩寺と吉田田の千音人は、鎮西吉の京都での有力な拠点となった。 元寇元年第八世前悪寓園の時、京都に薬病が蔓延し、五代醐天皇の直により空縁が、年物百万運を行い薬病を治めたことから、百万運の号が可視され、工房大師室の代理研明号の軸と540家の大きな年授も可視されている。こうして、皇室の厚い期恵を受け、国家安能を祈願する祈願書となった。校は2年。 英徳二年小国寺が混流される際に一条小川に移された。王仁元年の王仁の乱で消失したが、文明十一年に本道が再建された。しかし、英雄五年に大内義之と三好これ長の合戦で消失してしまう。英雄十六年に室町幕府により再建され、翌英雄十七年、細川高国に捕らえられた。 三好これ長が当時で自陣させられている。大英三年、千音寺二十五世慶州と千音院二十五世、孫竜との間で本寺争いとなったが、千音寺は、敗れ、第一の、雑儀を千音院に譲ることとなった。天文五年、天文北家の乱で消失する。文禄元年には、豊臣秀吉の寺違いにより、土御門に移された。 江戸時代の漢文元年に火事で消失するが、漢文二年第三十九世以降、誉れだ一万霊商人によって現在地に移転し、二年後の漢文四年に本堂の釈迦堂が建てられ再興された。法暦六年には四十八世、新誉れだとも言わおが、三影堂を一回り大きくし、総景焼き作りとして採築した。なお、当時は、 浄土宗の寺院であるが本堂は釈迦堂であり、これまで阿弥陀堂はなかった。しかし、文化8年になって初めて阿弥陀堂が建立された。明治時代の神仏分離によって当時は、鴨の五祖神社の神宮寺の立場を離れた。1995年に主要な建物が京都府指定有形文化財に指定され、2017年には、 それらの建造物旧棟が国の重要文化財に指定された。百万千音寺はもともとは正式名を千音寺と言っていたが、同じ浄土宗の千音寺院や三チ千音寺と間違われることがしばしばあった。そのため、長らく通称として百万千音寺と呼んでいたので、あるが2019年8月7日に法人の名称変更を京都府によって認められ、 百万一音寺が正式な法人名となった。境内や本堂、栗はしばしばフリーマーケットの会場として貸し出されており、特に京都古書研究会主催で開かれる秋の古本祭りの会場となっていることで知られている。難問から山道を入って正面に、三影堂、手前左手に、阿弥陀堂、右手に、釈迦堂があり、左右には、達中寺院が並ぶ。 郵便番号606-8225京都府、京都市左京区、田中門前町103。ありがとうございます。